ニュースポストセブンです。強制執行妨害容疑などで5年ぶり3度目の逮捕となった元タレントの羽賀健二容疑者、共に逮捕された16歳年下の元妻の素性が明らかになりました。元妻は羽賀容疑者が2006年に結婚し、2016年に離婚した東間真由容疑者です。羽賀容疑者と真由容疑者の間には2人の娘がいるということです。知人によりますと、真由容疑者は身長153センチと小柄な体型で、羽賀容疑者は彼女をちびちゃんと呼び溺愛していたそうです。裕福な家庭で育ったという真由容疑者、羽賀容疑者との出会いを経て可憐なお嬢様も期待の悪に染まってしまったのでしょうか。ニュースポストセブン。